私たちまだ学校ではそんなにお話ししてないから、隣になってもいいんじゃないかな。あ、そうかな。おやつとか交換しようね。うん。どっちが窓側に座る？あ、私どっちでも。高田くん、私大丈夫だから、他の人と一緒にさ。いいもん。別にいいもん。僕も誰か話したことない人と隣になるから。おお。へえ。